ビフレストにてエーテルの増加が観測されたと。げ、じゃあ本格的に。ええ、用心に越したことはないわね。最近体がなまって仕方ねえんだ。頼む、一回だけだから。ここで断ると勉強の邪魔されそうだしな。じゃあ一回だけ。それじゃあ、よーい。ごめんな、たくまっち、変なもん見せちまって。ちょっと糸が欲しくって。糸？あたしの聖剣を使って双葉姉の動きを察知しようと思ってさ。服をほどいて家中に張り巡らせるところだったんだよ。なんでそこまでして。雷神トールの一番でして、強雷一神流の免許皆伝。みんないい方たちばかりですわ。そっか、僕も特にないです。さ、姉ちゃん、ん？怖い夢でも見たのか。姉ちゃんがそばにいるから安心しろ。たくまっち、今のはねえわ。結構本格的だな。って、たくま？ミサさん、ミサ姉ちゃん、はあ、仕方ねえな、たくん。足元気をつけろよ。ごめん、ミサ姉ちゃん。本当にすみません。そのあのな、たくま、男があんまり卑屈になんなよな。自分の価値を下げちまうぜ。え、それはこの、それと後で夏希に謝っとけよ。ありゃ相当カンカンだぜ。あの、なんで夏希さんは怒ってたんでしょうか。それくらい自分で考えな。はい、すみません。じゃなくて、ありがとうって言えばいいんですか。お前ほんと言うず聞かねえな。そんなだから夏希も怒んだよ。すみません。クルリ、どうしたあいつ。そう、怖かった、怖かったよ。昔に戻ってんぞ。お嬢様口調どこ行った。皆さん、嫌な学園祭の戦いで体中筋肉痛というかだるいというか、そんな時にだな、こたつなんてもん出されたらゴロゴロするしかねえだろう。はあ、私どっこも悪くねえし。じゃあな。戦いでは頑張ってたけど、普段は相変わらずだなこいつ。今までどうやって生きてきたんだ。まあいきなり恋人になって世界を救えとか同情するけどよ、これから先どうなることやら。糸が切れちまったか。タクマ、ちょっと通るぞ。はい。ヨービーどこに。タクマッチ、そのあたりに青い箱落ちてね。悪い、大丈夫か。 はい、なんでも。悪かったな、タクマ。いえ、恐ろしいプレッシャーだ。なんだかクラクラしてきた。ちょっと外の空気を吸ってきます。え、まだ1時間経ってねえってのに。ちょっと待てよ、タクマ。息抜きしたいならしりとりしようぜ。まずは私からな。恥ずかしい、何やってんだ私は。デートの手本を一様に見せんだろ。みっともねえとこ見せんな。ミサ、気合い入れろ。オルトリンで勉強になりますわ。気まずい、もっとピチッてした服着ときゃよかった。でも今から着替えと意識してるように見えるし、見えてねえよな、見えてねえよな。よし、ならオッケー多分。にしてもこのムズが良い感じ、これがデートってやつなんか。異性とほとんど接したことねえからわかんねえ。でもタクマを好きとはまだ思えねえし、好きっつうよりもなんていうか。ああ、もうわからん。早く1時間経ってくれ。おい。ああ、もう本当何やってんだ私は。ミサさん、こっちか。もう早かったな。しかも綺麗だ。皆さんが来られるまで家事は一人でこなしてましたから。母を早くに亡くしたものでくれてよかったですね。そうだな、たくま。はい。お前にもこれやるよ。あ、まあそのなんだ、戦いに巻き込んじまってたくまには悪いと思ってるし、これからも迷惑かけると思うけど、これからもよろしくな。
こちらこそよろしくお願いします。おい、みんなのパラメーター表か。眠いんだけど。敵もハーフを投入してきたわ。おう。では次のニュースです。ここ数日、世界各地で異常気象が発生しております。日本上空でもすでに記録的な寒波が確認されており、政府発表によると有識者を集めての対策に努めているとのことです。ごめん、いつかね、双葉ね。ミストルテイン、守れなかった。ありがとう、みんな。ありがとう、タクマ。いや、